学生時代にですね、一度は講義で習っているとは思うんですが、精通症が心身症であるということは分かっているとは思うんですが、国家試験にもほとんど出ないっていうこともありまして、対応とかが分かっている先生方っていうのはごくごく一部だと思います。大学を卒業して、医局に入局した時ですね、私口腔外科出身なんですけれど、その時たまたま上司の先生が痛みの臨床研究をされてまして、そういった関係からちょっと歯科心身症関連もお手伝いさせていただいてということで、世の中に歯科心身症があるんだということは分かってはいたんですが、その後ですね、手術中心の外科の道に突き進んでいったので、しばらくお休みしてたんですが、大体20年ぐらい前にですね、専門が口腔内科の方に移ったものですから、その後からそれを契機にですね、歯科心身症もまた取り組むようになっております。私の所属が高齢者歯科ということ、あとですね、歯科心身症っていうのはそもそも頓動の疾患、例外はあるんですけど、具体的には口臭症というのと歯科治療恐怖症っていうのは、若い患者さんも確かにおられるんですが、それ以外の疾患というのはそもそももう高齢者に後発するということで、大体50代60代70代ぐらいが多いので、割合にするともうほとんど8割ぐらいは高齢者じゃないのかなと思います。どの疾患も基本的には高齢者が多いということなんですが、しかし心身症の頻度的には舌痛症っていうのがもう半数以上占めて、もう大部分になります。ただ舌痛症の場合は必ず舌に痛みとか違和感が生じますので、開業医の先生方多分ですね、舌が痛いっていうことになれば、で、なんか所見もないしおかしいぞってことになれば舌痛症だろうというのはおおよそ想像がつくと思うんですね。ですからつまり舌痛症でその開業医の先生が困ったりとか不快にされることはないと思うんですが、非定型質って講演でも述べてるんですが、非定型質っていうのは歯の痛みなんですね。でそうなると歯科医である以上歯が痛いって言った患者さんを無視はできないということで、もう真面目な先生、腕に覚えがある先生ほどもうとことんこれは何とかしろということで深入りしてしまって、トラブルに巻き込まれることも多いかと思います。ですから開業医の先生にはぜひこの非定型質に対する特徴とか対応をですね、ぜひ、知っていただければと思います。それに関しては講演の動画で詳しく説明してありますのでご参考ください。症例によっては開業医の先生方ともですね、対応できるということがあると思います。で、注意深く診察してですね、患者さんの訴えに合うような所見がなくて、その症状が安静しているような時に一番強くて、食事中とか何かに熱中しているような時には警戒する感じないということになりますと、やはり歯科心身症が一番可能性が高くなってくると思います。で、そういう場合にはぜひぜひですね、講演中でもお話してるんですが、ガムとか飴とかですね、氷だとか何か口の中に刺激をしてあげることで結構症状が軽快します。ですからそういったものを患者さんによってその何がいいかっていうのは違いますので、何か見つけていただいてですね、言っちゃうというか紛らわす術を知っているとかなり楽になってきますから、そこら辺をぜひぜひ試していただければと思います。あとですね、異常がないというだけではですね、患者さんやっぱり納得されないんですよね。なんで異常がないかっていう原因を説明していただくってことが重要になりますので、じゃあその理由は講演の方でも詳しく説明しておりますので、ぜひそれを参考にしてですね、お話しいただければと思います。先ほど説明しました非定型質っていうのは、患者さんの訴えと診察やレントゲン所見というのがどうも一致しないっていうので、どうもこう普段の患者さんと違うなと思った際にはですね、ぜひその不可逆的な対応はですね、取らないで、どうしてもしなきゃいけない場合は可逆的な対応ということでですね、対応していただければと思います。で、そこら辺の具体的な対応については講演の方でお話しさせていただきます。あと、皆さんが一番遭遇する可能性が高い舌痛症に関しても同じでですね、よく歯や歯石に擦れるからこれを削ってほしいとかいう訴えが本当に多いと思うんですが、どうも所見もないしこれはおかしいなと思った時に、患者さんの訴え通りにですね、削ってしまったりするともうどんどん症状は悪化していきますので、という時にはぜひぜひすぐには対応しないでですね、
じっくりと考えていただいて、そこら辺も講演でお話ししてますので、対応の方よろしくお願いします。また自分で対応が難しいから紹介するっていうことになった際には、ただ航空外科航空内科の競合を紹介するんじゃなくてですね、ぜひこういう歯科心身症に興味があって、しっかりきちっと見ていただける先生に紹介するということをしていただかないと、結局ですね、またドクターショッピングを重ねるということになりますので、その点をぜひよろしくお願いいたします。